その星選手ランナーを意識しないで自分なりのバッティングができるように心がけて打ちましたとこう振り返っています。はい、おまた初球これもいい当たりだ。右中間今度は破った破った星は2塁へ向かいます。さあ一気にも3塁まで至った。ボールはサードへ返すが楽々セーフ。星秀和3塁打、プロ初の3塁打になりました。乗ってます、交流戦の3塁打。このリーグで必ず野球やってるわけですよね。日本に呼ばれると新たに日本でやれるっていう、おお、ベースに当たるラッキーヒット。今日は前半も中盤も終盤もなんかお互いラッキーな場面がありますが、まあ、本当に今神に感謝という、はい、そして自慢のフォーク、このフォークにはかなり自信を持っているピッチャーです。痛烈な当たりレフト前ヒット。オーティズ昨日は内野安打詰まった当たりがヒットになったんですが、今日はクリーンヒットでここはチャンスを広げました。やっていけば何ら問題ないと思うんですよね。高いバウンドになりました。ショートの右抜けた、センター前ヒット。ライオンズも毎回ランナーです。今のもちろん、センターのやや左、熊代が出てきました。熊代を掴んでいます。いや今日は星といい、この熊代といい、前の打球玉際強いところを見せています。思ったほど伸びてこなかったんですかね。やはり球威が勝ってますね。はい、もう一旦土手に当たったんですが最後はしっかり掴んでいます。センターの右、今度は熊代が右に走り込んでいく。おー、掴んだ熊代。最後はグラブの先、網にかけました。これもビッグプレーが出ています。熊代この回2つ素晴らしいプレーを見せて三者凡退抑えました。集中しているのかどうかですね、まずはね、ストレート、これは鈍い音がしました。かなり重そうな打球でした。サードゴロ。いや、あまりボール球で勝負したくないだろう、でも実際にはボール球を一球使えば、もうちょっと楽になるかね、はい、ただこれは真ん中ですね、打ち上げました。ファースト上本3でスリーアウト。一人ランナーこそ許しましたが、涌井がしっかりとリリーフ無失点、3対3同点です。ワンアウト満塁で大崎、まあ、ライオンズファンの人はここは期待の男ですね、はい、高めの球、センターの左へ、間を破った、1人帰ってきて同点、2人帰ってきて逆転、ファーストランナーも3塁を回った、走者一掃タイムリーツーベース、大崎の一打逆転4対2。やっぱりやりましたね大崎選手は。あー、ナイスバッティングだ。あー、その1球、最初に来た1球を逃しませんでした。そうですね、私はファームに一緒にやってましたけど、こういうケースものすごく強かったですよ。予感しましたね今、プロ向きの